これだけ物価が高騰しているときに消費税の議論すること自体私は国民から理解されない、こういうふうに思います。記者団から代わりの財源をどう確保するか問われると、菅前総理はまず行政改革を徹底してやるのが何よりも増税する最低条件だと述べました。